中国とブルネイの関係では、中国の歴代王朝とブルネイとの関係、特に中華人民共和国とブルネイダルサラーム国との関係について記述する。中華人民共和国とブルネイダルサラーム国は1991年に、両国間は正式に国交を樹立した。南沙諸島の各国軍領有状況中華人民共和国政府とブルネイダルサラーム政府は、 1991年9月30日に国交を結び、その後、ブルネーの首都バンダルスリブガ湾に中国大使館を、中国の首都北京にブルネー大使館をそれぞれ設置した。中国にとってブルネーは2015年現在の東南アジア諸国において比較的新しく国交を樹立した国家であるが、両国関係は全館時代に遡ることのできる歴史的な 関係性を持った国でもある。一方で両国は南シナ海におけるスプラトリー諸島の領有権問題を抱えている。中国南京にあるブルネー第二代国王アブドゥルマジードハサンの霊廟。中国とブルネーの関係は約2000年前、中国大陸に前漢王朝の頃からあると歴史家たちは考えている。また13世紀内史14世紀頃に復権省 アモイや中華民国勤門県を中心とした出身の中国系入植者がボルネオ島に到着し、現在のブルネイ周辺地域に定住したと考えられている。文献としては、1225年頃に長女活により書かれた諸シ,シゲル氏には、971年にボツドロ国から総王朝に長考した記録が残っている。1408年、ブルネイ第二大スルタン、 国王アブドゥル・マジード・ハさんは、病王はさえ入港していた際に病気を患い死亡し、南京にて埋葬され墓が建立された。近代において1888年にブルネイはイギリスの保護領となり、1912年に中国大陸において中華民国が成立した。1920年代にブルネイにて石油が発見されたことにより、 大多数の中国人移民がブルネイに移住してきた。第二次世界大戦を経て、1949年に中国大陸に中華人民共和国が成立した際、ブルネイはまだイギリスの統治下にあった。1976年に中華民国政府台湾が在ブルネイ極東貿易文化センターを設立した。1984年1月1日にブルネイが イギリスより独立した後、中華人民共和国とブルネーダルサラーム国は1991年9月30日に国交を結び、互いに大使を派遣し、大使館を設置するに至る。国近東国家主席とぼる、キア国王近年における二国間の政治指導者の会談は、南シナ海の問題と南中国海各国行動宣言の確認が主な事項となっている。 近年の会談を以下に述べる。2005年に、胡錦党国家主席が、2011年に、温家宝総理がそれぞれ、ブルネーを訪問しぼる、キア国王と会談した。2013年4月ぼる、キア国王は中国を訪問し、習近平国家主席と会談した。両国元首は会談する中で、二国間関係を発展させ、戦略的協力関係を築いていくことで確認し、 声明を発表した。二千十三年十月九日、利活協総理は第十六回中、アセアン首脳会議に出席するため、ブルネイを訪れ、ボル、キア国王と会談をした。中国とアセアン各国間の貿易における九十パーセント以上の品目がゼロ関税であるように、ブルネイもまた中国に対する平均関税を十二点八パーセントから零点六パーセントに、 引き下げ、中国のブルネイに対する関税も以前の平均9.8%から平均0.1%に引き下げ、自由貿易権を構築している。中国はブルネイの基幹産業であるエネルギーの分野において、石油化学、天然ガス事業の数多く参画している。そのような経済状況の中、ブルネイには、 シ都トバンダルスリブガワンと国内西部クアラブライトの2カ所に60年以上の歴史を持つ家境商業会議所がある。西太平洋海軍フォーラムには中国とブルネー両国ともに参加し軍事協力を行っている。2006年現在、ブルネーには約4万3000人の中国系住民が居住している。その数はブルネー国内の10%を超える。 中国南京市とブルネー国バンダルスリーブガワンは互いに姉妹関係を結んでいる。ありがとうございます。